実は今日いいことがあって。何？今日お医者さんに行ったらね、おめでただって。え？赤ちゃんできたの私。おそうか。あれ、あなた嬉しくないの？いや、そんなことない。嬉しいよ。ちょっとさ、びっくりしちゃって。あ、ほんと？これからもよろしくね。妻からの急なおめでたの報告。本来なら喜ぶ話なのだが、手放しでそれができない理由が俺にはあったのだ。俺の思い違いであってくれればいいのだが。頑張ってきてね。うん。パパがお仕事行き待ちよ。いい子ですね。どうしたの？ああ、いや、なんでもない。行ってくるな。うん。行ってらっしゃい。うん。どうしても一つ腑に落ちないことがある。だから俺は仕事後にそれを確かめに行くことにした。父親になるんだから胸張って自信持たなきゃダメだよ。兄さん、完全に寝ちゃったよ。本当に？いやー、昨日飲みすぎたな、ちょっと。大変だ。兄さん、大丈夫？食べさせてもらってありがとうございました。いいえ、頑張ってね。うん、行ってくんだ。うん、頑張って。
中でムラムラしちゃってさ。ねえあなた、今日病院行ってきたんだけど経過も順調だって。そっか、よかったな。ねえどうしたの？元気ないけど。ああごめん、ちょっと仕事で疲れてて。そうなんだ。そういえばさ、俺も病院に行って調べてきたんだ。え？俺さ、お前には言ってなかったんだけど、学生時代に付き合ってた子が妊娠しちゃってさ、それで一緒に病院行ったことあるんだよね。でもさ、その彼女の腹の中の子が俺の子供じゃなかったんだよね。え？何言ってるのあなた。それでさ、その当時調べたんだけど、俺無精子症みたいなんだよね。え？それをお前に黙ってたのは悪かったけど、お前が妊娠したって聞いてすごい嬉しかった。信じられなかったんだよな、本当に俺の子なのかなって。それで病院に検査しに行ったんだよ。そしたら無精子症はやっぱり治ってないって。今のままじゃ 100% 俺の精子で妊娠することはないって言われたよ。仕事で汗かいて頑張ってる